こんにちは、ムキモです。今日は青山学院大学の文法問題を一緒に解いてみたいと思います。制限時間は1問につき20秒です。時間が余ったら和訳をしましょう。各問題の後に正解、和訳、解説があります。第1問、第1問の正解は3番です。I am looking for a house where I can live with my family and two dogs. 家族と2匹の犬と一緒に暮らせる家を私は探しています。第1問の解説です。適切な関係詞を選択する問題です。2文に分解してみましょう。1文目は I am looking for a house. で完全文となります。2文目はI can live with my family and two dogs. で、こちらも完全文になります。2文目に補えるとすれば、There. ですので、There. と接続詞が合成された、Where. が答えになります。第2問。第2問の正解は2番です。Please wait here until 5 o'clock. The president will be back then. 5時までここで待っていてください。社長はその時間には戻られます。第2問の解説です。By は行為終了の期限で。Until は状態継続の終点を表しますので、丸2の。Until が正解になります。第3問。第3問の正解は3番です。This exercise will do you more harm than good. この運動は、あなたのためになるどころか害になるでしょう。第3問の解説です。Do X good. で、X のためになる、X の利益になる、X の役に立つ、という意味に。Do X harm. で、X に害を与える、X に損害を与える、という意味になります。Then. があるので比較級の More. しか正解になり得ません。Then. の直後には It will do you good. という形が隠されていて It will do you. の部分は主節との共通事項なので省略されると考えると良いでしょう。第4問。第4問の正解は4番です。It remains to be seen if our old classmates will attend the reunion party. 我々の昔の同級生がその同窓会に出席するかどうかはまだわからない。第4問の解説。If our old classmates will attend the reunion party. の
if は、何々かどうかという意味の名詞節を作る接続詞で、この if 節が新主語となっています。it がそれに対応する形式主語になっています。remain to be done は、これから未来に向けてなされる予定のままである、が直訳になり、それを基礎として、まだ何々していない、これから何々されるべきである、未解決のままである、などの意訳がなされる。第5問。第5問の正解は2番です。Although scientists warned the government not to sell the new drug, it became a bestseller. 科学者たちは政府にその新薬を販売しないようにと警告したけれども、その薬は売れ行きの良い商品となった。第5問の解説です。コンマの前に、Scientists warned the government not to sell the new drug. という完全文として成立する SV 構造があり、コンマの後にも、It became a bestseller. という完全文として成立する SV 構造があるので、選択肢の中で唯一接続詞である2の although しか正解になり得ない。1の despite 何々にもかかわらずは前置詞、3の however しかしながらは副詞、4の indeed 実には副詞または感動詞である。これらの3つの選択肢は、いずれも2つの SV 構造を接続する機能を持っていないので、この文では正解になり得ない。英語講師をしていて質問を受けることが多い項目についての動画や、過去問演習や解説の動画を、どんどん投稿していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録をお願いします。